はい、半袖に衣替えしたら急に寒くなる、ルーム3の、こうでございます。ね、今日ちょっと大阪なんか雨でね涼しくなってるんで結構、半袖にすると寒くなってくるんですけどね。鳥肌はちょっと今立ってないですけど、さっきちょっと鳥肌立ったのが寒かったんで、ということで、今日はね、ちょっと初いじりのネタをやります。クリスタルキング、はい、クリスタルキングはカミソリボイスということでですね、カミソリボイス、もう研磨直後のカミソリということでですね、まあ、もうクリスタルキングって結構今若い方も知ってると思うんですよね。はい、それちょっと解説っていうか、まあ、私なりに喋っていきますけどね。はい、クリスタルキングというのは、まあ、低音部分を歌っているのがムッシュ吉崎さんで、高音部分が、田中正幸さんと、いう方が歌っております。まあ、デビュー曲が大都会でいきなり大ヒット。あれはすごいですね。まあ、なんでしょう、プロデューサーも、聞いた瞬間というかね、その発掘したのが何スカウトか何なのか知らないですけど、まあ売れると思ったでしょうね、あれはね。ああいう声の、っていうね、もうあの声で、あんだけ切れ味の声っていう人はね、今でももう全いないですよね。今の音楽界にもね、ああいう感じの声をしてる人はまずいない、未だに出てこないと思いますね。いろんなね、まあ、私もビデオとかもいろんな見ましたけどね、やっぱり唯一無二かなと、このクリスタルキングは。で、まあ、2人組でという感じでね、珍しい感じではございますけども、だいたい田中正幸さんの方に行きがちなんですけども、ムッシュ吉崎さんもね、意外と歌唱力はすごく定評があります。やっぱりね、低音部分のしっかりとした、何でしょう、ちょっと荒ぶるというかね、パンチのある声 でございます。歪んでるというかね、声質は実はこの2人が私似ていると思うんですよ。その高いか低いかだけで、その声の元々の持ってる成分とか質自体は、この2人一緒じゃないかなと思っております。で、どういうかな、最近ではムッシュ吉崎さんもちょっとね、高めの声の曲も歌ったりしてますけどもね、そういうのもやっていきたいと思います。まあまあ、大ヒットした大都会、あと蜃気楼という曲もありますね。まあ、大都会、蜃気楼ら辺が、まあまあ、クリスタルキングの曲としては有名でございます。大都会。っていう曲でございます。果てしない。コーヒーの CM からなんかでね、最近、何年か前、ありましたけどね、それで田中正幸さん本人が CM に登場されてましたけども、まあ、あれがデビュー曲でもういきなりね、ランクインという感じで、まあすごかったです。私この頃ですね、大都会の頃って、多分もうめちゃくちゃちっちゃかったと思うんですけどもね、生まれたてくらいじゃないですかね。まあそのヒットして何年かはその曲、まあテレビで流れるんですけども、その流れてるイメージっていうのがちっちゃい頃からずっと頭には残っておりますね。で、まあ、大きくなってっていうかね、まあ、小学生、高学年、中学ぐらいになって、またそういうどっかでメロディーを聴くと、ああ、これなんか聴いたことあるなっていう、感じでおりましたけどもね、クリスタルキングっていう、人なんだっていう、まあ、中学の時には、中学生ぐらいの時にはもうクリスタルキングは知ってましたね、もうどういう存在かっていうのは。はい、それを、ちょっと、語りますけど、まあ、これなくしてはクリスタルキングは語れないでしょうという、北斗の拳ですね。北斗の拳の最初のね、初期バージョン1の、オープニングが、愛を取り戻せという曲ですね。この北斗の拳にですね、クリスタルキングテーマ曲にクリスタルキングを抜擢した人、天才ですよね。もう、あの人たち、クリスタルキングしかもうないですもんね。もう、北斗の拳のそのアニメの内容と、
その歌声と一致させるという、このアニメの内容と歌声を一致させるっていう、これクリスタルキングを抜擢した人は天才だと思いますね。いまだにこれ、あの北斗の拳って世界中で、まあ、放送されてるのかな、まあ、YouTube で、まあ、ちょっと違法なんですけどもね、まあ、そういうのもあったりするんですけど、まあまあでも放送もされてたはずですね。番組としてその世界中に販売してるんで、もう北斗の拳って世界的ですからね、これあの日本だけじゃないんで、でその世界の、お茶の間にですねこのオープニングが流れたりするんで、まあその国によってはそのオープニング曲を独自で変えたりとかするんですけど、変えといてほしいですねこれはね。やっぱりもう北斗の拳といえばクリスタルキングっていう、まあこれを紐付けた人は本当にもう僕天才だと思いますね。で北斗の拳のあの雑魚キャラあるじゃないですか、あのモヒカンの雑魚キャラの、ほんでそれの声をやってる、まあこれ声優さんで有名な千葉茂さんっていうんですけども、ものすごい高い声のね、声優さんでね、次週の北斗の拳はみたいな感じで、すごい高い声でナレーションする方なんですけど、中学の頃その千葉茂さんとこの田中正幸さんって一緒なんじゃないかって僕思ってたんですよね。で後で知ったんですよ、あこれ別の人が歌ってるんだって。で千葉茂さんもすごいその周波数というか成分が似てる方なんで、まあ千葉茂さんもすごいですけどね、すごいと思います。もうなんかクリスタルキングより北斗の拳の話題になりそうですけど、すごいですよね、北斗の拳、あのね、まあいわば乱暴な世紀末のこの荒れた世の中、核戦争後に荒れた世の中でその戦いが起こる、まあいわばマッドマックスです。マッドマックス確か参考にしてたはずですね、北斗の拳、まあマッドマックスみたいな感じの、アニメなんですけども、でそこに声優で千葉茂で、歌でクリスタルキング、もう完璧なこの構成でございますね。まあ、クリスタルキングといえば大都会で知った人は多分私よりちょっと上の方だと思います。私の親父ぐらいの世代ですね。親父が今70ぐらいなんで、60後半から70ぐらいの人は多分大都会でクリスタルキングを知ってる。で私ら世代ってこっちで知ってるんですよね。よく知ったのはこの北斗の拳で知ってるんですよね。だからちょっとここを多く語ってしまうというね。まあこれ語り出すと多分24時間語っても多分終わらないと思うんで、また別の機会にやるかもしれないですけども、しかしその千葉茂さんっていう声優とこの田中正幸さんが非常にその声質が似てるというかね、千葉茂さんが歌ってるんじゃないかというぐらい、ほんと勘違いするぐらいの声質の似た感じでございます。で北斗の拳に出てくる雑魚キャラとかいろんなね、悪キャラの声優さんのこの声質と、実はこのクリスタルキングの2人の声質ってすごく似てたりするんです。やっぱちょっと荒っぽい声質の方、荒っぽいというか切れ味が抜群という、迫力のあるというかね、大阪でね、南の帝王っていうドラマがあるんですけど、それの竹内力さんですね。竹内力さんでこうドス聞かすでしょ、ここ、喉使って。あれわざとやってるんでね、まあそういう感じかなとも思うんですけども、まあ、北斗の拳って、その声質の統一みたいなところをしてたのかな、ちょっと意図的にやってたのかはわかんないですけども、まあこの北斗の拳とクリスタルキングはもうマッチしすぎで、これ外しようがないというね、ことでございます。いやーもうね、だから北斗の拳で知ってる人が多いんで、比較的ね、これ若い世代の方にもね、クリスタルキングっていうのは認知されてるんですよね。実はね、結構今の20代ぐらいの人とかも、クリスタルキングっていう存在自体は知ってるんじゃないでしょうかね。ちらっとネット上で見た限りでは、まあ知ってらっしゃる方多いなと思います。とにかくこの田中さん、切れ味抜群。で、すごいんですよ。やっぱ歌手。この声はもうないですからね、今ね。あんな切れ味のある声、もうスパーンと。ね、北斗の拳で言えばもう、なんと水長拳で切り刻まれるぐらいの、すごいカミソリボイスと言いますか。もう切れ味抜群すぎて、まあ、すごいなと思います。生歌唱のね、ビデオとかもありますけどもね。当時って、その歌番組で生歌唱が多かったんでね。
結構口パクも最近はね、ちょっと口パク系、まあアイドルは口パク系多いかもしれないですけどね、当時は生演奏、生歌唱と基本的に全部生でやる歌番組が多かったですね。お金があった時代なんで、ミュージシャンもたくさん雇うことができるという感じで生演奏、生歌唱が多かったです。で、この田中雅之さん、レッド・ツェッペリンの、ロバート・プラントを崇拝してる、ロバート・プラントってボーカルですね、レッド・ツェッペリンの、とか移民の歌とかね、イミグラントソングっていうのが有名でございますけども、このロバート・プラントさんをもう神とあがめてる方でございまして、実はあの風貌もそうなんですよ。あの巻き巻きのロングヘアもあれロバート・プラントさんの真似ですしね、歌い方とかもロバート・プラントさんそっくりでございます。こうちょっとこう何て言うかな、腰を落としてこう歌うじゃないですか。田中雅之さんって絶対正面向かないんですよ。ちょっとこう斜めにやってこういう歌い方するんですけど、これも、レッド・ゼッペリンの感じですね。ロバート・プラントさん風の、おそらくもうかなり研究されてるんだと思います、これ。ちょっと見たんですけども、田中雅之さんがレッド・ゼッペリンのロックンロールを歌ってるという映像をちょっと拝見しましたけども、まあ、すごかったですね。レッド・ゼッペリンのロバート・プラントそっくり。そのままもう多分ね、ツェッペリ歌わしたら日本一、世界ではちょっと分かんないですけど日本ではいないですね、あんな完全に歌い切れる、人ってすごかったです。レッド・ツェッペリのロバート・プラントをもう意識してもう姿、歌い方、形、声までそっくりでしたね。もうロバート・プラントがもう日本語を歌ってるようなもんじゃないでしょうかねっていうぐらいの、そっくりでした。すごいなと思います。ロバート・プラントさんもかなり気高いですから、まあそれをスコーンとね、カミソリボイスで歌えるっていう、田中雅之さんもかなりすごいと思います。でムッシュ吉崎さんも実は、今もまあずっと活動はされてます。この人のね、吉崎さんの声もすごく私好きで、何でしょうかね、この迫力というか何と言っていいんでしょうかね、北斗の拳っぽい声が好きですね。もうこれ言い方がちょっと出てこないんで、北斗の拳っぽい声じゃないですか。普通になんか北斗の拳の声優やっても合ってそうな、感じの迫力のある、ボイスでございますけども、セルフカバーで愛を取り戻せをやられてたこともありましたね。何年か前の北斗の拳の映画で愛を取り戻せを、まあ、田中さんじゃなくてムッシュ吉崎さんがも全部タッコーンの部分まで歌い通すっていう、まあ、それも結構良かったですけどね、音も迫力ありまして、まあ、またちょっと違った感じにはなりましたけども、まあその辺も結構見ていただくというかね、北斗の拳のその映画のね、映画バージョンの愛を取り戻せもまだ機会あればね、 iTunes で私ダウンロードしてるんで、まあまあ良ければね聞いていただければと思います。ということでですね、まあちょっとあんま時間ね、もう14分になってるんで、これ以上喋るともう終わらなくなってくるんで、クリスタルキング研磨直後のカミソリボイスということで、今回ねちょっと初めてクリスタルキングさんを、触ってみました。まあ、こういう歌詞はもう出てこないのかなと思いますね。もうなかなかいないですよね、こういう才能の持ち主っていうのはね。今ってまあ比較的ちょっと甘い声の歌手が多いかなとは思うんですけどね、甘い声が流行ってる時代でございますけども、またこういう切れ味のある声の人が出てきたら嬉しいなとも思います。ということで、この動画終わりにしますが、この後またルームさんの、オリジナル曲ちょこっと挟んでおりますので、よろしくお願いいたします。ということでありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。